はい、バトルレトロゲームチャンネルです。今日はですね、鉄腕電車でバトルやっていきたいと思います。で、まず中部から。あ、また電車が変わるんだ。じゃあ、ホクホクとレインにしましょうか。3位入賞でクリア。じゃあやっていきましょう。ホクホク戦でやってんですけどね、変わっちゃっても大丈夫ね。まあ3位に入ればいいから。お、名古屋鉄道。あら、お、早い早い。あれ、なっちゃうね。名鉄早い。いつの間にか弱いです。あれ、あー、ダメか。お、ほら、うまい。あら、これは6位だ。すごい。やっぱり達成すんだよな。いつの間にか6位っていうね。マイペースでやってもまあクリアできるんだけど。あら、やす、2回。さあ、駅どこだ。この辺で止まれば。あれ、全然遅い。4位か。思ったより距離あったな。ほう、行ってみる。まだ脱線しないといいな。
線ばっかしてる。あ、ここはまっすぐ。久しぶりにやってるわけでもないんだけどね。あ、もう脱線すること。ああ、いい調子だったんだけどな。せっかくいい調子だったのにな。ブレーキかければいいかで、この辺でブレーキかければいいんじゃない。あ、1位、これをもう1試合やなきゃいけないって。ボックスエンドよね。ボックスエンド名鉄しかわかんないけど、あの古い電車は、あ、富士急トレインか、青い電車。オレンジのやつはノットトレイン、能登電車か、能登半島の能登か。最初最下位だった。よくこんなんで1位になった。なんかプレイヤーの腕前に合わせてなんか予選突破させてくれる感じはしますね。あ、右側は海ですかね。海なのか川なのか。
ここが下り坂だもんね。あ、こっちどこ走ったら有利かわかんないけど、まあ、そういうの考えてる余裕がないというか、名鉄早いね。これ結構抜かれてたんだ。ぶつかってって出す。ちくった時に名鉄がいたから。あ、砂のプレイですね、左のあの赤いやつ、今ぶつかったやつ。で、第2ラウンドか。お、青空。青空はいいんだけど、こっち行ってみる。スピード上がってるね。ああ、ダメか。スピード出しすぎるとこもある。おお、ギリギリ。ギリギリ持ったんだ。名鉄早いな。戦してばっかだ。こんな感じで、やっぱコース覚えないとダメってことかな。乗ってきたな。一気にロックになっちゃう。まだいけるかな。わあ、ここ厳しいな。ぶつかってるしね。あら。こっち行って、こっち行って、ちょっと離れて。で、離れて。あとは4位の。
そう。ああ、4位か。これあれた方が面白いのか。あ、なんか急に速くなった。いい感じで上がれてるけど。飛ばされるっていうのあら、4位か。3回目なんかフライングしてくれてんのかね。ちょっとこっち行って遊んでみよう。発信してもいい時もあったけど、な感じで
で、オーディション。あ、達成したのか。あ、4位。むず。あ、フライングしてくれてんだね。何回もやるとフライングしてくれんだ。
キャップがしないとダメだ。ああ、また4。やっぱ進路変更しない方がいいのかな。できてるしね。しちゃうと。5位かな。5位か。まあどうやってやったらいいのか分かんねえよこれ。こんなに手ごっこ加えてくれてんのに。
ゃんとか、いまいちこれがな、わかんない。これでもダメだもんな。わかんないな、この警部は。どの辺で走ればあれなのかな、脱線。脱線を恐れるとな、スピード遅くなっちゃうし。で、名古屋鉄道が行って、6位でしょ。5位か、6位で。5位か。難しくなってる。
感じかな。ここ一直線だ。1にしてくれたね。みんなフライングしてくれてんだけど勝てないっていうね。まあ脱線をしてってね、スピードトスト抜かれちゃうし、脱線すると時間ロスでまた順位下がるし、難しい。ちゃんとなんか他の YouTuber さんのやってるプレイ動画とか見ないとダメかな。どういう風に曲がってどういう風に加速してるか、今までそういうの見たことない。何も考えずにアクセル入れてブレーキ踏んでっていう。勘でやってた。珍しく結構手こずったな。こんなに手こずったの久しぶりだな。まあやっぱだんだん難しくなってるんですよね。
はい、という感じです。ホーグジュニア、上書きしてんで。はい、といったところで、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。